はい、こんにちは、グリードです。今日はちょっとプライベートな動画になります。僕がやってよかった、本当にやってよかった美容5選をご紹介したいなと思います。僕の視聴者さんはまあ多くがね、アラサー以降の人だと思うんですけど、まあ僕と同じようなね、メンズの悩みを持ってる方がいるのかなと思って今日動画を撮っています。まず一つ目、まあ頭皮の悩みですね。頭皮の匂いとかベタつきね、僕もこの夏になるとすごく気になってたんですけど、こちらですね、ホホバオイル。これをシャンプー前にクレンジングとして頭皮に使うんですけど、匂いとかベタつきがね、かなり僕の場合軽減されました。もちろん人によって合う合わないはあると思うんですけどね。まあ、まずね、こうシャンプー前にこのホホバオイルを、まあ、何滴ぐらいかな ?5、6滴まあ人によると思うんだけど、こう全体につけて、こう指でマッサージします。しっかり馴染ませて、まあ、2、3分最低でも置いて、もう油で油を溶かすっていうことですね。まあ、このホホバオイルっていうのは、まあ、人間に一番近い油だったっけな。頭皮の匂いとかっていうのはね、この酸化した油のせいなので、その油をこの油で溶かしてあげる。さらにホホバオイルによって保湿もかなりされるので、まあ、乾燥も防いでくれるっていうものなんですよね。ホホバオイルでこうクレンジングしたら、油シャンでまずしっかり洗い、油を落としてあげて、その後通常通りシャンプーをするっていう形なんですけど、まあ人によって本当に合う合わないがあると思うので、まず週1ぐらいから試してみて、まあ効果があれば、まあ続けてみるのがいいのかなと思います。まあ、僕は今のところ週ちょっと2、3ぐらいにしてますけど、まあ毎日やった方がいいのかな?これはどうなんでしょうね。まあちょっとここは人によるから何とも言えないんですけど、まず一つ目がこのホホバオイルのクレンジング。で、次、まあ次はヒゲいきますか。ヒゲ脱毛。これはね、やっぱりやってよかったです。まあ、僕の場合、まあ、髭がまず似合わないし、本数も少なかったっていうのがあるんですけど、髭がなくなることによって朝がすごい楽になりましたし、あと肌荒れね、ニキビがすごい減りました。もう髭剃りの時にちょっと傷つけちゃったりとか、また髭剃りもね、バイ菌ついてたりもするんで洗っても、まあ、そのせいでこうニキビができたりしたんですけど、それが本当になくなりましたね。うん、これはもっと早めにやっとけばよかったなっていう、いうふうに思う美容でしたね。次はね、あれですね、歯ですね。ホワイトニングですね。これももっと早くやっておけばよかったです。いや、僕もコーヒーとか大好きだったんで、まあ、肌にね、黄ばんでたんだけど、僕の場合、なんかポリリン酸ホワイトニングっていうね、まあ普通のオフィスホワイトニングとはちょっと違う新しめのホワイトニングで、まあ価格も安いし、まあ歯のこう強度をさらに強くするっていうものなんですけど、僕はね、これを3回やりましたね。で、1回目は結構染みたんだけど、2回目からはあまり染みなかったですね。まあこのホワイトニングは通常よりも染みないっていうところがまあ売りで、あと食事制限もほとんどないんですよね。なので僕はすごくおすすめします。ただね、やってる歯医者さんがすごく少ないので、そこは調べてから行った方がいいかもしれないですね。ホワイトニングでなんかこう、異常な白さにしたくないですって方もいると思うんだけど、そんな白くはならないです。まあ人間の自然な白さの限界値って感じですね、言っても。はい。まあ歯は白い方がね、いいと思いますんで、やっぱり。次がね、次こっち行くか。眉毛ですね。眉毛サロン行きました、今年。いや、これもね、もっと早く言っておけばよかったですね。まあ、眉毛ってさ、自分だとさ、こう、ボサボサに伸びきった状態で手入れしようと思うと、自分に合う眉毛ってわかんないじゃないですか。だけどね、眉毛サロンはもう全部自分に合う眉毛をね、スタッフさんがやってくれるから、しっかりとね、決まりますね、やっぱり。まあ、月1で行くのがいいんですけど、まあ、僕も月1でね、行ってるんですけどね、やっぱりね、1回5000円ぐらいするから、ちょっと高いんですよね。だから人によっては、お財布厳しいなっていう人がいると思うので、まあでもね、まあ半年に1回というか、まあ1回だけ行ってみて、自分に合う眉毛が、あ、こんな感じなんだっていうのが分かれば、その後結構手入れもしやすいと思うから、一度メンズは行ってみるのがいいかもしれません。僕もね、眉毛伸びるとでもうボーボーになっちゃうんですよね。あ、もちろんね、あの、髭脱毛もね、この眉毛のサロンもね、痛いっすね。まあ痛いけど、我慢です。特に眉毛サロンはね、あの、毛抜き、ブラジリアンワックスでビリってやった後に毛抜き使うんだけど、これがめちゃくちゃ痛いんで。で、最後かな?これはね、商品ですね。商品紹介。使ってよかった、この、美容液かな?スキヨの美容液です。これね、僕にはすごく合いました。まあまずね、普通にクレンジングして、まあ洗顔して、まあ洗顔系はちょっと僕いろいろ試してるんでまだ決まってないんですけど、通常通り洗顔した後に僕の場合は、化粧水ね、このデュオメンの
オールインザ、オールインワンローション、両面のね。もしくは、コスパを考えないのであれば、これ、高いけど、このドクターシーラボの、化粧水ですね。V エッセンスローション。これが、僕はめちゃくちゃ良かったです。もうね、匂いもオレンジ系ですごく爽やかだし、しっかり保湿してくれる。本当に。めちゃくちゃ飲めるぐらい。飲みたいぐらいいい匂いするんよ、これ。ね。で、コンビニとかでも結構ね、小分けの、なんだろう、トラベル用のが売ってて、利便性もいいしね、すごくいいっす。ただちょっと高いから。で、この化粧水どっちかやった後に、このスキオの美容液をつけるという感じなんだけど、これ何がいいかっていうと、スッキリしてるのに、しっかり保湿してくれるんですよ。で、僕みたいな、こういうね、ニキビ肌なんですけど、すごく。このドクターシーラボの美容液もあるんだけど、すごくね、もったりしてるんですよ。しっかりとね、保湿してくれるんだけど、重すぎて、逆にそれが毛穴の詰まりになって、ニキビになっちゃうみたいなことがあるんですよね。こういう僕みたいな、ニキビ肌だと。だけど、このスキオは、さっぱり、めちゃくちゃさっぱりしてんのに、すっごいね、保湿してくれる。本当に数滴だけでもね、めっちゃ、ほわー、保湿されてるって感じるんですよね。僕みたいなね、ニキビ肌に本当におすすめですね。ただね、めっちゃ高いんですよ、これ。これ高め、お値段は高いです。コスパは全く良くない。これ、この大きさで、5、6000円すんのかな、だからね、しっかり高いんですよね。まあ、高いものはいいということなのかな。まあ、女性から見たらまだまだこんなものはまだまだ高くないっていう風に言われるかもしれないですけど、男性からしたらめちゃくちゃ高いですね。以上が僕が本当にやって良かった、美容系5000ですね。5000言ったかな。まあ、僕みたいにこう、もう30手前の視聴者さん本当多いと思うんですけどね、男はやっぱりこう、頭皮の匂いとか、ね、ベタつきとか、肌とかね、ヒゲとか気になると思うんですよね。まあやっぱり僕が言ったこの、これらの美容、一回試すとかなり、まあ清潔感も上がるだろうし、やっぱりこう日常生活かなり快適になると思います。今日はね、こう全く案件じゃないんですよ、これ。全く案件じゃないんですけど、まあたまにはね、こういうプライベートな、ね、なかなか普通のゲーム動画では語らないものもいいんじゃないかなと思って、ちょっと動画にしてみました。ご参考になればね、非常に嬉しいですけども。あとね、やっぱ最後はね、筋トレですね。筋トレはやってよかったです。この間人間ドック行ってきたんですけど、まあ、まだ完全なね、検査報告は出てないんですけどね、血液検査とか、その辺はね、めちゃくちゃ健康でしたね。やっぱ運動してることがめちゃくちゃいいらしくて、定期的に汗かいたりも、すごく体にいいらしいから、やっぱり筋トレですね。筋肉は全てを解決しますね。はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。よかったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。バイバイ。